はい、おはようございます。AM スタバンです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日なんですけども、昨日に続きまして、家で素揚げしたフライドポテトに昨日はですね、まあ、いろんな粉をね、まぶして食べたんですけど、今日はですね、いろんなものをですね、ディップして優勝で、ね、決めていこうと思ってます。よろしくお願いします。さあ、今日もね、コメント紹介いきましょう。神コメントの三木村さんです。この日のコメント、スクショ3倍分ですね。本当にすごいですけども。これはですね、まあ、おめでたい感じでしたね。福恵比寿っていうね、ビールをぶっきみてる動画にくれてます。で、この日のコメント、スクショ3枚目ですね。つかポテトにかけたらうまい粉選手権採用ありがとうございますってことで、動画をですね、まあ、楽しみにしてますって言ってくれてますけども、あとシリーズで、ポテトにつけたら美味しいもの選手権とかやってみても楽しそうと。マヨネーズやケチャップあたりは言わずもがな、海苔の佃煮とか、いちごジャムとか、あんことか生クリーム、プリンにドボンって書いてますね。すごいっすね。何しか普通に美味しそうなものからあなたポテトに何してくれてるのよと突っ込みたくなるようなデンジャラス系までいろんなディープ心待ちにしてますと無茶ぶりすごいっすけど、まあ、三木丸さんやっぱ発想が天才なんすよね。ほんといつもありがとうございますってことでディップしてやろうと思ったやつをですね6種類買ってきました。今からですねフライドポテトを追加であげましてぶっ決めてね優勝で決めてみようと思います。じゃあまずポテトをねあげていきます。まだまだオッケー。さあできました。できたんですがちょっと間違えてね軽くこの辺で塩を振っちゃってまして全体にはついてないんですがまあいいでしょうってことで、ディップするために買ってきたのが全6種類で紹介しながらやっていきますか。じゃあまずはですねいちごジャム買ってきました。新品開けましてよいしょ。さあディップしていきましょう。ちょんちょん、おお、いただきます。うん、意外と合う？微妙。さて、海苔の佃煮、ご飯ですよ、買ってきまして。これはどうでしょうかね。いただきます。うん。うわ。これ合うな。さて、生クリームをね、買ってきました。お、こんな感じ。開けまして、ちょっと数本移して、ここに絞らせてもろって、うーわー。これまたテンション上がりますね。いただきます。うまっ。これがチョコホイップですね。それい、うーわ、いただきます。こいつがうめえな。さあこれがグリコさんのヨーグルトですね。ドボンしていきましょう。ドボン、くー、よいしょ。うわ、変な組み合わせ。あ、別々の方が絶対美味しい。さあ最後プリンですね。これもグリコさんか、プッチンプリン。まあ、とりあえずドボンしてやりましょう。ドボンドボンドボンと、うーわー、ついたかな。うわー、ないか。なるほど、一番テンション上がったのこれかな。生クリームかな。これうまいな。ふわっとした多分食感がいいんだろうな。今日の優勝生クリームですね。さあ最後ね、次回予告です。明日なんですけども、今日までの流れで今度はですねフライドポテトをブロッコリーに変えまして、明日はですねこれをですねもう1本の動画で粉5種類ディップ6種類全11種類いろんなまあ味付けで、まあ、ブロッコリーをねぶっきめるって動画やってみようと思ってます。
とりあえずね、前そんなことやってきますんでね、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。なぜブロッコリー、オーライサンクス。